皆さんこんにちは。今回の動画では世界一美しい街と言われているチェスキークロムロフに行った様子をお届けします。ぜひ最後まで見ていただけると嬉しいです。おはようございます。今からプラハからチェスキークロムロフへバスで移動するため、バス停まで地下鉄で移動しようと思います。車内は結構広々としてます。ちなみにチェスキークルムロフはプラハから南に180キロほど行ったところにあります。この S 字に曲がった川に囲まれた部分がチェスキークルムロフの中心部です。なんと今回またレギオジェット社のバスを使用します。川の西側にあるバス停までやってきました。近くのベーカリーでささっと朝ごはんを済ませます。懐かしい黄色の車体がやってきました。プラハからチェスキークルムロフまでは3時間かかるのでゆっくり寝ようと思います。チェスキークルムロフのスピカックというバス停に到着しました。ホテルまでは歩いて10分くらいなので、スーツケースを引きずりながら向かおうと思います。もうすでに景色がいい感じ。とりあえずホテルでチェックインをしてお昼ご飯を食べに行こうと思います。猛烈に優しいものが食べたくなってベトナム料理屋さんを選びました。メニューを見たらベトナム料理だけじゃなくってお寿司とかも置いてるみたいでした。体の隅々まで染み渡ったフォー、美味しかった。こちらのタイカレーはちょいとピリ辛。お腹も満たされたので今から街を散策します。まずはあのタワーの方向にあるお城に向かおうと思います。左にはあのプラハで食べたトゥルデルニークのお店が誘惑してきます。旅をしてて思うのは、お城に坂道はつきものですね。入り口っぽいところに到着。この地図の右側から左側に向かってゆっくり歩いていこうと思います。なんとここでは熊を飼っているそうです。ずっと木をペロペロしててなんか可愛い。この両側の建物、よーく見たら騙し絵なんです。どうやったら騙し絵であることが伝わるかわからないけど、とりあえず触ってみます。昔使ってた大砲も置いてあります。ずっと見てたら目がおかしくなりそうな模様ですね。この長い廊下を登っていくと、一つ目の絶景ポイントに到着。わあ、これはいい景色です。プラハの街のように建物の屋根は茶色いですが、側面は黄色やピンクなどカラフルでとっても可愛いです。やばい、結構雪が降ってきました。運悪く吹き抜けの橋の上で吹雪。穴が開いているのでこれは覗くしかない。でもさっきよりかはやっぱりどんよりしてます。よーく見てみると私たちが泊まっているホテルも見えます。実はチェコでここまで天気が悪くなると思っておらず、厚着の服をあまり持っていないので極寒です。でもこれはこれで美しい。この5分後、さっきの天気が嘘かのように一瞬で晴れました。空気が澄んでいるので街並みがはっきり見えます。冬ももちろん綺麗なのですが、夏空の下の景色もきっと綺麗だと思います。さらに奥に行ってみましょう。ここの庭園には噴水もあって、夏とかに来たら綺麗だと思います。さて、雪が弱いうちに下山します。川の南側から町の中心部に向かって歩いてます。川の向こう側から中心部を見ると改めてカラフルですね。橋を渡ります。チェスキークルムロフは町全体が1992年に歴史地区として世界遺産に登録されている理由がよくわかります。
噛む。歩いていると鉛筆みたいな建物が見えてきたので近くに行ってみます。閉まってて中には入れませんでした。残念。とにかく街歩きが楽しい。街自体がとても小さいので数時間で一通り回れてしまいそうです。お土産屋さんに入ります。チェコの国民的アニメモグラのクルテクがたくさんいます。かわいい。キャンディー屋さんを見つけたので入ってみます。中にはカラフルなキャンディーやグミがたくさん。お子さんがいると喜びそうですね。目玉焼きかわいい。七五三の時に食べる飴に似てる。町の中心部の広場にやってきました。人が全然いません。寒くてずっと外にいるのが辛いのでちょっとお茶しようと思います。店内とっても広くて静かなのでゆっくり休憩できそうです。あったまったのでもう少し散策に出てみようと思います。街中にはこんな感じの細い路地がいっぱい。写真や動画撮りすぎてフォルダがすごいことになっちゃいました。ここから見上げるタワーが一番綺麗な気がします。今回日帰りにするか悩んだんですが、こうやって一泊すると空の色や光の色の違いを感じられてよかったです。街の外れの少し静かなところにやってきました。この辺は川の流れが緩やかで静かで、これはこれでいいですね。川の向こう側にはシティパークという公園が見えます。さて一旦ホテルに帰りましょう。案の定ホテルにいたらやばいぐらい雪が降ってきました。ここにします。オフシーズンだからかキッチンを閉めてるお店が多かったです。ここでもビールで乾杯します。私はチェスキークルムロフの地ビールを頼んでみました。ビールのつまみならぬ揚げ物のオンパレードですが、このサワーキャベツがいい味を出してくれました。さっきのお店カード使えるって書いてたのに使えなくって ATM までダッシュしてきました。まだ少し飲み足りないので2軒目に行きます。店内はレトロで雰囲気はとってもいい感じです。乾杯の絵面がビールばっかりですみません。夜の街もお散歩してみましょう。夜の街は街灯が少なくて暗いですが、怖さはほとんど感じません。ただこうやってお城の建物を見るとお化けが出てきそうで怖いですね。写真で撮ってみると綺麗に撮れました。おはようございます。夜中に雪が降っていたのか、朝起きたら雪景色です。景色をゆったり眺めたくてバルコニー付きのお部屋にしたけど、寒すぎてあまり長居できません。ホテルの朝食を食べます。素朴で美味しかったです。チェックアウトをして宿に荷物を預かってもらってちょっと散策に行こうと思います。昨日と違うルートでお城に登ってみます。屋根に雪が積もった街並みもとっても綺麗です。この2日間で2パターンの景色を見れてラッキーです。朝の時間帯はおそらくプラハから早朝初のツアーで来てる団体さんが多い印象でした。今日もクマさんは元気そうで安心です。あの子は脱走しようとしてるんでしょうか。街の中心部に戻ってお昼ご飯までブラブラしようと思います。歩いていると突然謎にロンシャンを発見。外が寒すぎて暖を取るため博物館に入ろうと思います。こちらのミュージアム・オブ・コマースは19世紀から20世紀にかけて貿易のビジネスをしていた商人の当時の暮らしがわかる展示がたくさんあります。この壁にかかっているポスターや絵がすごくレトロで可愛らしいです。当時の交易で使われていた嗜好品やお菓子の缶とかなどがたくさんディスプレイされています。こ
ちらは当時使われていたキャッシャーらしい。あっという間に見終わって、また中央広場に戻ってきました。こうやって見るとレストランや銀行などいろんなお店が入ってますね。まだ時間があるので、こちらの地域博物館に行ってみようと思います。ここは少し高台にあるので、この横にある展望台からの景色も綺麗です。こちらの博物館は考古学的なディスプレイや街の歴史的背景がわかるような展示、アート作品など盛りだくさんです。見どころが多かったのであっという間にお昼です。ご飯を食べます。パブみたいなお店にやってきました。ピルスナーウルケルは飲めば飲むほど良さが分かってくる気がします。このお店を選んだ理由の一つにポークネックが食べたかったということがあったんですが、とっても柔らかくて美味しかったです。ビールと一緒にポテトもおかわりしちゃいました。2時過ぎのバスに乗るので、そろそろバス停に向かいます。この家のミニチュア感がたまらなく可愛いです。とうとう街とお別れする時が、本当に世界一美しい街というキャッチフレーズに納得です。バス停に到着しました。ターミナル1と2があるんですが、どっちに来るかよくわからないので1で待ってみます。これからこのバスでプラハの市内に戻り、そこからプラハの空港まで向かいます。プラハのバス停から空港まではウーバーを使わせていただきました。空港に到着。空港自体は広いですが、人は少なかったです。さて、デューティーフリーでお土産をちょっと見てみます。ピルスナーウルケルのジョッキが欲しいんだけど、売ってるかな？ウルケルのビールはさすがの 750ml、でかい。ターミナルにウルケルのバーがあったので入ってみます。バジルとモッツァレラとトマトのパニーニと、このチェコ旅行でハマったローストポークいただきます。どうやらビールには3種類の入れ方があるらしいです。一番右とか全部泡やけど美味しいんかな。ついにゲートまで来てしまった。クラクフから始まった1週間の旅、本当に楽しかった。ブリティッシュエアウェイズで帰ります。今回も最後まで見ていただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録や高評価よろしくお願いします。次回はロンドン編です。お楽しみに。